の点に近いウクライナの大統領はペトロ・ポロシェンコは、他の国がロシアとの紛争でノーリターンのポイントに非常に近いことを警告している。私たちはノーリターンのポイントに非常に近いと思います。ノーリターンのポイントは本格的な戦争である。ポロシェンコは欧州連合 EU との会議で、ベルギーの首都ブリュッセルで会談後の記者会見で土曜日に言った指導者、彼はまた広大な措置はロシアとの全面戦争を防ぐために採取し、停戦キエフ・モスクワ、EU の代表者を含む月曜日の3極会合後に到達できることをされていたと付け加えた。サミットで講演しながら、それ以前に彼は EU がモスクワへの制裁の新たな波を準備していることを認識し、その実装が低下和平案の成功に依存すること、ポロシェンコはまた新たな措置が彼が提案した和平案の成功を条件だろうと述べた。加盟国の過半数によってサポートされていた私の提案に基づき、実施される可能性制裁があると彼は付け加えた。ヨーロッパの指導者たちは、その位置を再考するモスクワを強制的に新たな施策を立案するためにブリュッセルに集まっていた。EU はすでにウクライナのエスカレート紛争は戦争の危険にさらされ、ヨーロッパの全てを入れていると警告した。ブロシェ軍が2月2014年にウクライナの元大統領ビクトル・ヤヌーコビッチを倒し以来、西洋とロシアはウクライナの政治情勢にわたって対立してきた。キエフは4月中旬プロロシア人を黙らせる軍事作戦を開始しましたので、東のウクライナの主にロシア語を話す地域はプロモスクワ軍とウクライナ軍の間に致命的な衝突を目撃した。 SR